シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。今日の件はモンストニュースまとめていくってやつで、さあというわけで毎週恒例モンストニュースまとめていくぜ。いやー、3週連続獣神化予想的中ならず、ちょっと申し訳ねえ。でもみんな応援してくれてありがとう。 OK、 そんじゃ今週もまとめていくぜ。まずは12月10日モンストの日、忘れずに交換しておこう。いや、ミラクルミン2個か。で、次栄冠の闘技場にセット4が追加。今回は星5でアルセーヌが登場しているぜ。で、まあ順当にクリアしていると今回、まあ、アプリアイコンとしてアルセーヌが、まあ、手に入ることができると。いや、これは勝ちたい。まあ、結構また入ってくんかなと思ったら、星にもいるな。まあ、そんな感じでクリアして絶対にアプリアイコンゲットしようぜ。さあ次、未開の大地が出現。拠点28。未開って30で終わるんかな。どうなるんだろう。まあもう28まで来ているぜ、忘れずに。さあ次はアップデートやってきたぜ。まあ今回のアップデートも結構やばいなったから、まあ、それを確認していこう。さあというわけでまずはこれ、ストライカーカードが登場ということで、まあ、これ簡単に言うと、私はこういうストライカーですっていう身分証明書ほどのものではないや、ごめん、そんな感じじゃなかったけども、まあそういうものが作れるといったものになっていて、こんな感じでデザインは6種類あるらしい。で、実績の中から、3種類選んでここに出すことができると。で、フレンド ID はオン、オフ、ね、表示したくない人もいると思うから、その切り替えができるのと、画像保存することができるため、ね、まあ、いろんな使用方法で使うことができるといった感じになっているぜ。まあ、嬉しい人はいるかもしんないけども、細いって、もう俺はすでにやってます。もうこれ見て、もうこれ俺もう5月ぐらいにやってるから、もうこんな持ってんのよ、このストライカーの身分証明書みたいなの。なんかみんな、これ作った人いるんじゃないこれ他にも。いや、これでも結構俺嬉しかったから、もうこれも結構嬉しいアップデかもしれないと言ったところで、次、これがやばい。マジでこれがやばい。ラック引き換えに金の種のみが排出される英雄の神殿チケットが登場。何これ、やばくない？どうやら、ラック引き換えに、ラック300消費することによって、このクエストチケットが手に入るんだけども、それを使っていける黄金の神殿は、排出されるすべてのワクワクの実が特級以上、要するに金の種となっていると。これは本当に助かる。だから、まあ、いつもよ、60、70ぐらいまで貯めて、まあ、お目当ての実を一気につけよう。まあ、2つ出てくれたらいいなって感じでやってんだけども、まあ、それ難しいよな。でも、これを使うことによって、まあ、オビスも使えるのかな。まあ、そうだった場合は、かなり効率的に一気にドーンとつけることができる。いや、これは結構でかいんじゃないかな、本当に。いや、いいアップデだわ。オッケー、そんじゃあ次。さあというわけで次は超究極新シリーズ2周目が訓練所に追加されるぜ。で、同じように追憶の書庫にも追加されて、まあ、こんな感じのモンスターたちも追加されるぜ。オッケー。さあというわけで劇獣神祭新限定機長をやってきたぜ。いやー、またイラストがいい。でね、性能もなかなかだったから、まあ、今回それを解説して最後に引くべきかどうか解説していくぜ。さあまず見ていくと、まあ、こんな感じで、まあ、イラストね、結構可愛らしい感じ。12月11日土曜日、そこで、劇獣神祭が始まって実装されるぜ。さあ、まあ、こんな感じ。四角の方の基調、まあ、見ていこう。反射&ゲージ、砲撃型、友情コンボクリティカル、アビリティが超アンチワープ、アンチ魔法陣、レーザーバリアキラー M、 ゲージ倍率ホジホジ、ゲージでアンチブロック、超 SS 短短縮。で、ストライクショットが、ターン12プラス6で、スピードとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点をすべて出現させる。で、友情コンボが、ハイクロススティンガー、無属性のクロス爆撃となっているぜ。さあ、というわけで、まあ、説明していくと、まあ、この人は、砲撃型で超砲撃にすることができると。で、友情コンボクリティカルも持っていて、このハイクロススティンガー、これ結構火力出すことができるんだけど、小町の友情コンボと同じとなっているぜ。で、このクロス爆撃、これは威力出すこともできるし、誘発もすることができると、まあ、自身が超砲撃だから、まあ、艦隊とかね、まあ、他の超砲撃と組んだら、まあ、かなりね、威力を発揮することができると。で、さらに、ゆっくりもあるし、
このハマればレーザーバリア機な M もなかなか強いのかなと、まあ、そういう場面を運営が作ってくるかもしれない。限定的だけども。で、他に見てもらうすごい点が、この人、ターン12プラス8で SS が、まあ、弱点露出を打てるんだけども、それを超 SS 短短縮で早く打てることができる。いや、結構長めの SS につく印象あるけど、まあ、この意外と早く打てる SS に超 SS 短短縮つけてんのが不思議に思うけど、これは結構やばいことだよな。まあ、超アンチワープと超 SS 短短縮で、まあ、超々みたいな、そういうことしたかったのかな、わからんけども、まあ、そういう風になっているということで、まあ、全体的に考えてみると、適性として、裏近畿14、それと、まあ、今出してる時点で降臨してないフェムトでハマってくんのかなと、ワープブロックで。まあ、だけどね、そう考えてみると、優先的に狙えっていう感じではないんかなって思ってしまうよね。しかも、まあ、アンチ魔法陣、アンチブロックで、まあ、クガと被っていたり、まあ、ワープと魔法陣とかで、月齢とか、カエル氏とか、イージスとかっていう結構火力出せる系とも被っているということで、今後の、まあ、校内の適性も、まあ、意外とこの人でもなくていいのかなってところがあるのよ。すごく書いてあることね。豪華なんだけども、圧倒的に強いんだけども、まあ、そういう風に思ってしまうという面があることもお忘れなく。オッケー。そんじゃあ次、こっちね、濃姫の方、まあ、確認していこう。まあ、こんな感じになっていて、貫通&ゲージスピード型、クリティカル、超アンチダメージボール、超アンチワープ、友情コンボ ×2、友情ブースト、ゲージで連撃キラー L、超 SS 短短縮、で、ストライクショットが五右衛門 SS となっているぜ。友情コンボが超強ヨーヨー弾、スピードアップとなっていて、まあ、説明していくと、まあ、すぐ目に入るのがこの友情コンボ ×2 と友情ブースト。これが友情コンボにかかってきて、まあ、超強ヨーヨー弾が2回出る上に友情ブーストも乗っている。で、スピードアップも2回発動すると、まあ、朝倉陽でみんな思ったと思うけども、やっぱりスピードアップかけるには強いというところで、まあ、次に目に入るのがこの超アンチダメージボールと超アンチワープ。これが闇属性貫通で言うと結構古い感じあるよな。適性で言うと24の極。まあ、この組み合わせが今後来るかっていうと、ちょっとなんかあんまりないんかなっていう風に思ってしまうよな。で、見てもらうと、超アンチダメージオール、超アンチワープといった、まあ、攻撃力を上げる超アベが2つついていて、まあ、貫通だけども、この連撃キラー L がついていると、まあ、かなり攻撃力を上げることができる。まあ、そもそも反射だったら、まあ、ガガガってね、連撃キラーの威力を上げることができるけども、おそらく貫通だから、まあ、L という結構高めのものを置いてくれてんのかなと言ったところだぜ。だからまあ、どうなんかな。まあ、これも適性を考えてみると、今のような24の極とかってなってくるかな。まあ、友情コンボ ×2 のスピードアップと、ヨーヨー弾は強いけども、書いてあることは、この四角も、濃姫もすごいんだけども、まあ、現状考えてみると、優先度は低いのかなと言ったところだぜ。まあ、だけども、激重心祭というのは、まあ、アナスタシア、エビスっていうやばいモンスターがいるじゃねえか。まあ、アナスタシアとエビスはね、ちゃんと役目持っていて、でさらに、ね、相当強いということで、まあ、特にアナスタシアはやばいけども、まあ、そのモンスターたちと、同じ激重心祭に入っているということで、本当にもう今狙わずに、今後の 24% とかで、アナスタシア、エビス出ればいいなという中で引いて、まあ、この子出たらもうラッキーみたいな、嬉しいっていうね、もう強いことには変わりないから、今後、おそらくね、まあ、活躍するんだろうから、まあ、そこで狙うのがいいのかなと、やっぱ今はこの時期ね、本当に危ないから、マジで。というわけでね、まあ、今後狙うのがおすすめかなと言ったところだぜ。OK。さあ、というわけで次は、重心化ムソルグスキー見ていこう。こんな感じで最近の重心化は本当に面白い。ド M じいさんとなっているぜ。これ一瞬なんかキラー4つあるかなと思ったら、超バインスイーパー M となっていて、アンチワープ2つのアンチギミックを持ってる上に、まあ、こんなキラーをもらっていると。まあ、考えてみると、去年のマゼランもなんかキラー L もらってたから、そう考えるとなんかマゼランは
結構いい感じにもらえてたんかなって感じだけど、このじいさんもなかなかすごいと。まあ、ユニバースキラー M とか幻獣キラー M よりも、幻曜キラー M が、まあ、今後どっかでハマる可能性がして、ちょっと怖いと言ったところになっていて、まあ、超バランスにもできるし。でも、なんかそういう風な感じなのに、ボースピアップっていう結構優秀なサポートも持っているといった感じになっていて、ハッターンで打てる SS もすごい、まあ、尖っていて、悪くない重心化だと思うぜ。OK、そんじゃ次は重心化界、茨城童子。お、茨城童子、ちょっと あれなんだけど、もう野球やってんだけど、この童子さんの感想で言うと、まあ、全体的に強化された感じはあるんだけども、逆に言うとなんか物足りない感じも一瞬見えてしまう。まあ、超バランス型プラス友情ブーストで、超強貫通ホーミング18で、超絶爆発、まあ、なんか、まあ、いいんかもしれんけど、あ、まあ、無属性には超バランスかかりませんよ。だけども、なんか友情コンボはいいのかなと。それで、ま、今後、アンチ減速壁、超アンチダメージウォールで、ギミックに、まあ、なんとか、ハマって、ドレインも活躍して、いい感じに、持っててよかったねって未来は来るかもしれないと、言った感じになっているぜ。で、発動条件は、勝つだけども結構甘めなのかなと言ったところだぜ。オッケー。ね、なんかセーラームーンバージョンないね。やっぱりそういうなんか、半剣系はちょっと無理なのかな、そんな感じで。さ、というわけでスーパーカップコラボやってる。こんな感じ。そして、グッズ限定書き下ろし新商品、ルシファー&RCNウィンターバージョン登場。これすごくイラストいい。イラストいいね、本当に。うわぁ。こういうのをゲームに実装して、なんか大体なんか普通のイラストよりこういうグッズ系のイラストの方がいつもいいんだけど、なんでこれどうしてどうしてモンストニュース12月16日木曜日16時から、八角リザード作った、ゼルコバ作ってない、ラブリードリー作った、天狗作った、ザ・ビューティフル・ベアーズ作った、カンファー作ってない、道明寺・アンコ作った、四天童寺作った、オッケー作りなさい、オッケー。